こんにちは。こんにちは。チロピノです。はい、今回ですね。はい。ちびっくらパート11やっていこうと思います。イエーイ。で、ちびっくら11で作っていくものは、こうから始まるものです。こ？はい。公衆トイレ。はい、違います。公園を作っていこうと思います。イエーイ。コメントで公園めちゃくちゃ多かったよね。あ、そうなんだよね。そう、だからね、公園を作っていこうと思います。はい。ピノはね、公衆トイレ作りたかったけどね。絶対作らないからね。チロピノと一緒にブランコ乗りたい方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。もちろん、俺の膝の上だぜ。それは誰もしたくないよ。あれ。はい、じゃあやっていきますか、ピノ。うん。うん。で、その前にですね、うん、コメントであったものをちょっとプチ採用しようと思います。なんとね、狼のね、首輪の色を変えてほしいというコメントがあったんだよね。変えれるのこれ。え、そうなんだよ。俺も知らなくてさ、染料を使うとね、色変わるらしいんだよね。すごい。早速ちょっと変えていこうぜ、ピノ。うん。ね、俺は虹色にしよう。ピノはダークホール色にしよう。ごめん、ちょっと何言ってるかわかんない。じゃあ変えよう。いきますよ。うん。はい。おー、変わった。これいいじゃん、めっちゃ。いいじゃん、わかりやすいね。わかりやすい。で、ピノも変えるね。うん。はい。あー、いいね。かわいい。かわいい。いいね。これはいいね。これめちゃくちゃいい。ありがとうございます、コメント。おいで、ジャイアントマサゴリラ。はい、次に採用するのはこちら、ダダン。ろうそくを作ってほしいです。はい。どうやら蜂の巣からね、ハニカムっていうのが取れて、うん、で、それでろうそく作れるみたいなんだよね。ろうそく？ろうそく。だからね、ちょっとハニカム取りに行こうと思います。はい。はい、ハサミがいるね。ハサミ取ってくるわ、じゃあ俺が。あ、持ってた。持ってる。みんないつも持ってる。そうだよね。だっていつも前髪整ってるから、いつも毎日切ってんだよね。うん。そう。よしよし。あと折りすがりのカット。かわいそうに毛も取られてない。無料ですよ。ただの嫌がらせなんだけど。みんなあったのか？あったあった。いやー、とこ。ここちょっともう遠くなっちゃったけど。あー、ほんとだ、あるじゃん。いけいけ、ピノ。いくよ。右クリック。いやー、怒ってる。よし、このハニカムブロックを、取る。オッケー、ゲットー。やった、帰ろう。いきますよ。うん。まずは、ろうそくを作ります。これハニカムと、糸だね。うん。今回僕は9個作ります。ドドン !9 個。染料を掛け合わせて、ドドンと作ります。はい、できました。空色のろうそく。はい、ではね、ろうそく置いていこうと思います。はい。てってでーん。どこに置くの？ここでしょ。ドドン。いくよ。うん。わー！いいね。かわいい、これ。はい、ではですね、今からね、本番のですね、公園を作っていこうと思います。はい。はい、こちらです。はい、もちろんすべてね、下準備は完了しております。この形はですね、21×21 の正方形ですね。はい。使うものはね、すべてここに準備しました。これと、これと、これ。はい。うん、で、無限水流ね。うん。はい。真ん中中央ね、3マスは開けといてくださいね。おこれ通路なんで。あ、はい、なるほどね。じゃ、ここでまず来て。このまず、通路のまず横ね、コンポスター置きます。で、シフト押しながらね、置く。どうですか？ああ、いいね、いいね。植木鉢的な。そうそう、前紹介したやつだね。うん。では、その横にですね、土を置きましょう。はい。端っこまで行っていいですよ。あ、この端っこだけ開けといてね。で、ここにまたコンポスター置いて、うん、奥の葉。はーい。なんとなく形見えてきた？うん。横側もじゃあ、コンポスター置いて、2個土置いて、さらにコンポスター。で、また2個土置いて、コンポスター。で、土と。はい。はい、ではね、土がね、なんとね、足りない事件が発生したのでね、土ね、5個足しました。はい。葉っぱ置いていきましょう。はい、ピノ渡すよ。はい。全部置いてきたらいいな。置いてきて、コンポスターの上だけに置きましょう。オッケー。任せつけ。あ、間違えた。おい。中に入れちゃったよ。あ、中にそう。これね、普通にね、押しちゃうと中に入っちゃうから気をつけてほしい。ちゃんとね、スニーク、押しながら押してください。しゃがんでするんだね。そう。オッケー。これ何これ。あ、バレた。おかしい。バレた。バレるだろ。バレた。危ない。じゃねえ、バレてんだよ。はい、では次にですね、うん。コンポスターの置いたところの土あるじゃん、うん、この上にスイートベリーを置いていきましょう。はいはいほいは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 いどんどん置いてくださいね。スイートベリーきれいに置いてきますよ。まあ、うちはねもう20年間ねスイートベリー植えてますから、はいスイートベリーのはい、こんな感じですね。ででん。はい、ではね、次ですね、頭皮のトラップドア。これをですね、こうやって、外につけて、うん。パタタタタタタとすると、ででんほらおい、やめろお前説明してたのにバレるだろ。バレた危ない。危なくないもうバレてんだよ。何回やんだよ、これ。漫才やってんじゃないんだから。トン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 。はい、できました。オッケー。このコンポスターの外側の一マス、全部掘ります。こんな感じで掘ります。おお。どんどん掘っていきましょう。あ、全部掘るの？全部掘りましょう。はい、ではね、こんな感じでね、真ん中のこう十字に掘って、外側を一マスくり抜いたって感じかな。うん。はい。はい、使っていくのはですね、こちら、石レンガを置いていきます。こっち来てください。はい、石レンガをね、このね、外に向かって置きます。ほう。こうね。うん。こう、向き絶対これね、くぼんでいる方が、花壇の方でお願いします。こんな感じで。あ、わかった。わかった？うん。シャクってくれる。痛かったよ。この真ん中が道だから、うん。ここにはひっつかないように、うん。最後だけ、横向きに置きましょう。おー、じゃあ向こうもかな？そうだね、向こうも同じように、ここも、横向きで最後は押すと。うん、うん、はい。これを、じゃあ、あと残り3箇所するの？しましょう。えい！階段欲しいの？いらないいらない。誕生日プレゼント階段でいいか？いらないよ、絶対。誕生日プレゼント階段って。物好きだな、君は、本当に。物好きすぎだろ。できた？できた！オッケー！なんとこの溝の中に流し込むんですよ、これ。おお！こんな感じ。ほら。溝じゃん！おお、そう。どう？はい、こんな感じだね。わー、かわいい！かわいいね、素敵な。できた？できた！おお、かわいい！見てこれ！イエーイ！イエーイ！石レンガで、この角っこに、これも石レンガね、こうこんな感じで横向きに置くんだね。そうそうそう。あとはこう置いて、うん、こう置いて真ん中に石レンガハーフブロック。おー、いいじゃん。これ通路はちょっとへこんでる感じで、うんうんうん、うん、できました。こちらってってれー道です。イエーイ。道の横のこのコンポスター2つの上にさらに多くの葉を置きます。おお。この上に焚き火置きます。焼肉するのここで。違います。違います。火事だ。火事だ。間違えた。ごめん。間違えた。ちゃんとね。何これ、公園じゃないよ。だと思うじゃん。うん。ここ俺知らなかったんだけど、うん、焚き火ってシャベルで火を消せるんだよね。ほら。ほらほら、あ、ほんとだ。わかるこれ。ほら、すべての火消しました。え、すごい。え、かわいいじゃん。いやー、すごいでしょ。え、下かわいいじゃん。え、そうなんだよね。これが温だよね。2つ端っこだけね、もう1個置きましょう。シャベルでチンカで多くのフェンスをこうやって置くとランタンをつけます。おお。はい、これで入り口の門が完成です。いやー、めっちゃ可愛いよこれ。かわいい。はい、ではね、次本番のですね、遊具作りやっていこうと思います。イエーイ。どうする、これ一緒に作る、それとも一人一人作る？どっちがいい？お互いさ、ちょっと2個ずつか作らない？うん。こううまいからちょっと競わない？うん。ね、羊毛を置くと。何これ、虫の触覚みたい。違えわ。街灯だわ、これ。じゃ、ピの真ん中乗ってみてよ。そのボタン踏んでみて。どうですか？なになに？これ？おー、高い！すごいでしょ、これ。痛い、ダメージ食らった。もう乗らない。違う。ぷにょーん。トランポリンだ。そうなんだよね、これ。着地この上だったら痛いからね。気持ちいい、これマジ最高なんだよな、スライムブロックって。楽しい。あ、経験値、うえい。はい、ということでですね、完成しました、ついに。イエーイ、イエーイ。お尻がこっち向いてんぞ。イエーイ。さあ、こちらです。だったねー。これが公園です。公園です。名付けてチロピノ公園です。で、中に入ると右手にはあの世界最強のチロルが作りましたブランコでございます。イエーイ、イエーイ。かわいいよね。あ、使い方間違ってるよ。揺れてるでしょ。うん、うん、揺れてない。ブランコでございます。かわいいよね、これ。ブランコでございます。ブランコじゃない、滑り台でございます。こんな感じで、イエーイ、イエーイ。いいよね。そしてですね、こちら、これ何、ゴミ箱、もしかして。これゴミ箱ですね。お、うまい。こんな感じ。あ、いいね。ほい。あー、いいね、ゴミ箱だね。これがベンチ。あー、これ焚き火使ってるね、また。うん。で、これが、水飲み場ってあるじゃん、公園に。あるあるある。蛇口ね、から水出てくるやつでしょ。そう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 。これがですね、ビッグ目玉商品になります。何これ？わからない？わからない。あなた、これもしかしてわからない？いや、でもなんとなくわかるぞ、俺は。水と牛乳があるから、飲み物が出てくるってことは自動販売機か、これもしかして。正解！マジ？え？正解でございます。マジでいける？はい。押していいの？いいや。こっち。おー！すげえ。牛乳がね、出てきます。水はね、残念ながら出てきません。じゃあもう取り替えろよ、これ。出てこないもん、半じゃねえよ。いや、いい勝負してるだから、これ。いい勝負してる。いい勝負してんだ。やったー。まさかこんな近未来的な自動販売機を入れてくると思わなかったな、俺は。ちょっといいよね。これやるな。そして後ろにはこれ、天才、イケメン男、チロルが作りました、これ。こうやって、ジャンプすると、ダメージ食らいます。でもね、こうやってね、ピヨピヨ楽しいんだよね、これ。これ死んだよ。誰だよ、こんなの作ったの。